どうもこんにちは。はい、宮古島です。今日はランディオ様が、はい、取材に来てくれるということで。ランディオ様です。よろしくお願いします。ありがとうございます。歌舞伎町とはものすごい有名な。あ、そうですか。いや、まあ目立つだけかと思いますけども。なんか第6チャンネル、あ、はい、なんかもう出てるっていう。以前1回だけ、はい、取材させてもらったんですけど。ピアスが顔に、顔というか全身ですか。はい、そうですね、まあ、顔も下も下半身も合わせるとって。この辺にも。そうですね、はい、数で言うと、数で言うと全体で50何個ぐらいですね、はい、どこが一番痛かった。いや、やっぱもう下半身ですね。全身で言っちゃうと、はい、下半身が一番痛かったです、はい、望んではなかったんですけど。望んではなかった。開けざるを得ないというか。どういう状況でそれになるんですか。まあ、こんだけ開いてると、はい、まあ顔すごいですね。で、あと他にどこ空いてるんですかって言われて、はい、あ、僕顔だけなんですよって言うと、あーって残念がられるんですよ。ここまで開けてるのに最後残念がられるっていうのは、ちょっともう開けなきゃいけないなっていう義務ですね。義務、はい、義務で開けちゃうってこと。あ、下も開いてるんですね。あ、やっぱり良かったみたいな感じで終わるんで。面白いですね。開いてないともう残念がられて終わるんで。あ、開いてないんだ、負けざるを得ないですか、はい、なんか柴崎仁さん。あ、仁くん、はい、いましたね。となんかそのコンビ組んで M1 グランプリ、はい、そうですね、にも出てるんですよね。もともとその同じ時代でホストをやってて、はい、でも結構バチバチにお客を取り合ってたというか、まあ、向こうはもう正統派で、はい、まあ僕はもうその真逆ということで、まあ、正統派の仁くんに飽きるとこっちに来るみたいな感じですね。で、僕に飽きるとまた仁くんに行くみたいな、バチバチだったんですけど。すごい売れっ子ですよね。かわいい。いや、名前聞いた時にもう一発で分かりましたもん。あ、ランディ王様って聞いて、あ、それ渚カオルさんじゃないっていう感じで聞いて、はい、そうですね、まあ、この顔で結構指名もらってたんで、客寄せパンダじゃないですか。見せ物小屋指名みたいな、見せ物指名みたいなのが多かったですね。お、本当、相当稼いだんじゃないですか。そんなことないですか。いや、稼ぎましたけど、使うのもやっぱ多いですね、ホストだと。もうどっか飲み行っても、うん、シャンパン抜かないだけで、あ、ケチだなって。やっぱみんな稼ぎを知ってるんで。あ、同業の付き合いみたいな、はい。あ、普通に飲んで帰るんだ、ケチだなみたいになっちゃう。もうどっか飲み行くと、もうシャンパン抜かざるを得ないですね。なんか昔、店前で、モンキーですか。モンキーから乗ってました。あ、モンキー乗ってました。乗ってましたよね、はい、カスタムしてなかったですか。はい、カスタムして、まあ乗り物好きなんで。でしょ、はい、営業時間に店前でモンキー塾っていうの見たんですよ。そうですね、ビッグスクーター今もうセグウェイに変わっちゃいましたけど。あ、そうなんですか。はい、営業中何をしてるんだろうって僕ちょっと思った記憶があったんですけど。あ、そうですね、もうキリとかもね、やっちゃわないと思う。うん、はい、改造もう明日になるとどこまでいじったか分かんなくなるんで、よくやってましたねうん、なんかホストなのに、なんかブログかなんかで、あ、ブログ、はい、頭スキンかなんかにしてなかったですか。あ、坊主してましたね。え、なんか朝起きて、うん、鏡見たらこんなになってましたみたいなことを、確か記憶では。結構そのホストの時からお笑いの DVD 見てたんで、憧れみたいのもありましたね。芸人さん、ホストの時に頭スキンにしたってことですよね。そうですね、もういっかなみたいな。こんなホストいるんだと思ってめちゃくちゃびっくりした記憶。いや、そんなあんま顔で売ってるわけでもなかったんで、うん、まあその見た目の珍しさと、はい、あと結構雑誌とか載ってて、うん、それを見た人が結構怖いイメージで来られるんで、はいはいはい、でもホストとかこうグラスの水滴拭くのとか当たり前なんですけど、はい、その怖いイメージで来た人のグラスを僕が拭くと、なあ、優しいみたいになるんですよ別に当たり前のことなんですけど、入りがちょっと下なんで怖いイメージで来られるんで。あ、なるほどなるほど、うん、まあ、優しいって勝手に勘違いされて、まあ、得な部分はありました、ね、なるほど、はい、何やってもなんか優しいじゃんなんで得しましたね、はい、いつそのお笑いっていうか、前吉本に入ってらっしゃいましたよね。はい、はい、吉本は今はやめて、今はそのそうですね、電撃ネットワークっていうグループ一本での方に移って活動されてる、はい、そうですね、このオーディション受からさせていただいたんで、メンバー募集の、はい、はい、それで、まあ、電撃ネットワーク一本でやってます。なるほど、はい、最初に
一番最初に開けたピアスっていうのはもう通常普通にここですか？いやもう鼻と口と耳と全部一気に、あ、一気に行って、はい、もう二十歳になって、はい、ま、大学で札幌からこっちに来たんですけど、あ、もともと北海道の出身で、そうですね、はい、その家元ではやっぱ開けれないんで、はい、もうその時から設計図を作って、計画的な顔の、はい、ここと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 という設計図を作って、はい、こっち来た瞬間にもう全部その通りに開けちゃいました。だからどこが最初っていうのもないかもしれないです。もうじゃあ最初からもう人体改造計画みたいなのを設計図で作って、そう一気にバーッといった、うん、やっぱ改造人間が憧れて、その改造の方法というか改造人間に近づく手法がもう当時はもうピアスぐらいしかなかったと言います。今いろんな何かありますけど、これから何か増やしていく予定とかってあるんですか？ピアスを、ピアス、まあ本来はもう改造人間になりたいというのがあるんで、だからどこを改造していく、その、まあ、現実的でないので言えば、はい、もう体内に、あ、まあ、背中にですね、はい、バッテリーを埋め込んで、バッテリーですか、今この非接触するだけで携帯のスマホが充電されるっていう板があって、はいはい、その上にスマホを置くだけで充電されるっていうのがあるじゃないですか。ありますね、はい、ライトとかでもありますよね。そうですね。ということは僕がバッテリーを背中に埋め込んで、そのベッドにそのシートを引いておけば、僕は寝るだけでこの背中に充電されるんですで、それが充電されて中でつながって、また僕のこの手が接触の充電の板だとしたら、はい、僕はこのスマホを持ってるだけでこのスマホが充電されるんです。ってことは充電、やばくないですか？充電が減らないで済むってことですか？はい、寝て背中のバッテリー溜まって、僕が手でスマホをいじってるだけでこのスマホはどんどん充電が溜まっていくんです。こういうのが理想ですね。面白い。で、やっぱもちろんこの中にスイカとかも入っちゃうでしょうし。あ、じゃあもう手でピッと。そうですね。でもそういうのが理想ですけど、まあ、なかなか現実的ではないんで。確かに。バッテリーを背負うところから始まると思いますね。内装というよりか。あ、なんか、レーブとかやっぱりいろいろ行かれたんですか？はい。レーブ。サイケがすごい好き。レーブですか？なんじゃないですか？そういうわけじゃないですか？結構あんまクラブ好きじゃないかもしれないですね。結構、顔これなんで、はい、わーっていうのが、知り合いのわーなのか、ただ驚いてるわーなのか、わかんなくて、でも知り合いだったらまずいんで、あ、久しぶりっすね、とかって言うんですけど、まあ話してるうちに、いや、ピアスすごいっすね、って言って、初見かよってなるじゃないですか。知り合いと思って、探り探りこっちも、どこで会ったっけなってやってるんですけど、結局初見っていうのが、クラブが多いんで、なんかちょっと、そうですね、喋るのがめんどくさいというか、なんかよくこう、ういみたいにやってくるじゃないですか。はい、もうそれがもう見よう見まねでやらざるを得ないっていうのも、めんどくさいなぁ、うん。で、結局知らないやつっていうのがあります。うん、面白い。あ、なんか山のレーブ行かれてるわけじゃないんですね。あんまその音楽のイベントは行かないですよ。タイフェスとかそういうのは行きますけど。ああ、タイ結構行かれるんですか？行かれたんですか？いや、海外もあんま好きじゃないです。ちょっと飛行機めんどくさいんで、飛行機絶対鳴っちゃうんで。あ、確かに、そういうことです。そっか。だから、ちょっと人より30分早めに行って、帳尻合わせなきゃいけないんですよね。どうせ時間かかっちゃうんで。そうですね。あんま海外も、ああ、フェスで行った気になるぐらい。はい。タイフェスでタイ料理が好きということですね。あ、でもそうですね、トムヤムクーン、はい、なんかこれを見てくれてる視聴者の方に、はい、伝えたいことって何か、なんかお店のこととか、はい、あ、お店、はい、ちょうどお店、これあれですけど、バーやってるんで、歌舞伎町で、はい、ぜひ250万さんのチャンネルを見たと言っていただければ、もう飲み放題500円です。時間無制限で、はい、普段も別に時間無制限3000円飲み放題なんです、はい、もう500円にします、ね、
ぜひ歌舞伎町のお立ち寄りの際にはよろしくお願いします。はい、ということです。はい、これからちょっとあの中遊び、あの僕酒飲めないですけど飲めないです飲めないです飲みに行きますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、お待ちを。あ、キャバクラもいかねえな。あ、はい、昔来たんだけど、同じ人の人に行くの。